苦しんでおる私たちを誰一人として捨てることなく抱き抱えてちゃんと守り導いてくださいますからねというね。チャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏教堂小林です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日も、妙楽寺様からお送りさせていただいております。はい、で今回のゲストなんですけれども、もう皆さん見ていただいている方はもう本当にご存知かと思いますけれども、はい、浄土宗総本山知恩院布教師河野真玄様でございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に度重なる出演ありがとうございます。こちらこそ光栄でございます。すいません、本日もそしたら早速、はい、質問の方に、はい、行かさせていただきます。はい、妙楽寺様ご本堂での動画を拝見した時に、はい、背景の数本の柱に青い文字で何か書かれた金色の板みたいなものがあるのが目についたのですが、きっとありがたい言葉だと思うのですが、一体何が書かれていてどういう意味があるのか教えてくださいという質問でございますね。ありがとうございます。これ、ね、はい、よくあの見ていただいてありがとうございます。はい、妙楽寺様のご本堂と書かれているので、いつもこう多分見ていただいてる、そうですね、で渋いところを見ていただきまして、はい、でちょっとご覧いただいたらあれなんですけれども、こう四隅柱に黄色の板で、はいはい、字が書かれて柱掛けなんですね。柱掛けですね。柱掛けがこう書かれておりまして、はい、これがどういう意味なのかというのをこう聞きされてありますので、本日は一本一本、はい、あのお話ししていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、向かって右奥の柱掛けからご説明させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、ですね、はい、こちらの柱掛けですけれども、はい、まずあのあこちらから、はい、こちら地震下というお経様の中の文句ですね、はい、でこの地震下というお経様はどういうお経というかというと、はい、浄土宗をお開きになられました法然上人がお師匠様と仰がれた中国の唐という時代のお偉いお坊さんで、禅道大師というねお坊さんがいらっしゃいます、はいはい、また後で見ていただいたらいいんですけれども、はい、こちらの本堂の中にも法然上人様と禅道大師様は、はい、あのちゃんとお祭りさせていただいております。なるほど、はい、それでは早速、はい、その地震下というお経様のこちら言葉文句の方をちょっとお取り次ぎさせていただきます、はい、地震教人心と申します、はい、意味は自らが信じそして人をして信ぜしむる、はい、ということですね。自らというのはこの私たちです、ね、はい、まあ、要するに仏教を聞いてはうちはあの浄土宗という宗派でございますので、はい、浄土宗の御教えを自ら自分自身がまず信じきって、そしてその尊い御教えをですよ、人をして信じしむるというのはあの自分以外の他の人ですね、はい、その人たちに信じさせるということですね。はいはいはい、うん、であと続いていきますが、はい、そういうことは南中天教なんと申しますね。南中結構難しい字も、そうなんです、はいはい、昔の字でございますけれども、はい、まあ、今の字に置き換えましたらこちらの転がる、あの自転車の天ですね。自転車の転がる、はいはい、はい、意味の方は、はい、自らが信じてそして尊い御教えを他の人に信じさすこと、はい、それは難中の難ですよということですね。難しい中にさらに転じてさらに難しいことですよということですね。なかなか本当に信じきるということは、うん、一つとってみても信じきるということはなかなか難しいことでございますが、まずそれが自分が信じきる、そしてその信じきったことを今度はよそのお方々にも布教というかお伝えするお伝えする、はい、それは本当に難しいことですよとまず書かれて書いてあるわけですね。はい、はい、はい、それでは、左奥のご説明させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくどうぞ、はい、先ほどの続きになるんですけれども、はいはい、自分でその仏教浄土宗の御教えを信じきって、はい、そして、よその人々に、信じさせるということは本当に難しいことであるんだけれども、はい、大悲蓮仏家信条法仏頓と書いておられまして、はい、意味はこの大悲
省略しないと、はい、この大悲というのはですねこちらになりますね。お慈悲の悲ということですので、御仏様阿弥陀如来様の大いなる大きな大きなお慈悲をたくさんの方々に伝えて、はい、これ伝えるという、はい、昔の難しい言葉ですね、はい、宣伝するの伝に伝えるというんですけれども、はいはい、伝えてそしてたくさんの方々をこれは強化するっていうんですね、強化するとも言いますけれども、はい、教えてそして導いていくっていうことですか、はいはい、そういったことが真に誠の仏様のご恩に報いることになりますよというね、真情報仏頓と申します、はい、これも昔の字ですので、はい、今の字が使いましたね、はい、こういう形ですね、真情報仏頓と申します。なるほど、本当に、はい、信じきるというのはありがたい、はい、どれだけありがたい教えでも本当に信じきるというのは難しいんですけれども、はい、それをあえてですね自分自身にとどまらずたくさんの方々悩み苦しんでおられる方々を救い取りたいという仏様の大きなお慈悲を伝えていく、それが一番の御仏様のこれですね法仏頓ですから、はい、よく法恩法恩と言いますけれども、はい、恩に報いる、ここは仏恩ですからね、はい、御仏様のそのご恩に大きなご恩に報いていくことが本当の恩に報いることになるんだよということでございます。ですので私たち僧侶のその教化教化ですね、仏教の御教え、はい、浄土宗の御教え、お念仏の御教えを一人でも方に届けるというその私たち僧侶のスローガン、使命にもなっておりますね、はい、使命になってるわけですね、このお言葉がですね、はい、ありがたいことでございます。なるほど、まあ、ちなみに、はい、余談なんですけれども、はい、うちの、はい、この妙楽寺の住職は、はい、私の父にあたるんですけれども、はい、その父の名前はこちらから取らせていただいて、はい、この新城という名前でございます。新城様でございます、はい、あ本当にありがたいところからね、いただいてるなと思っております。なるほど、はい、それではですね、はい、右手前の、はいはい、この板の方のご説明の方よろしくお願いいたします。続いてこちらはですね、はい、今度は観無量寿経というお経様に出てくるお言葉でございます、はい、意味の方はこちら、光明遍照十方世界と書いてございます、はい、こちらは、はい、亡くなったうちのお寺の一つ前の先代住職の直筆でございます。ああ、それを転写して書かれたわけですということなんですかね。もう直筆ですね。もう、はい、あ、そうですね、書かれはったと、で、意味の方は、はい、ご本尊、はい、阿弥陀如来様の救いのその光明御光ですね、はい、は、十方世界をあまねく照らしてくださっておるということですね。はいはいはい、光明は十方世界をあまねく隙間なく、はい、おしなべて、平等に照らしておってくださってますよ、いつ何時でも、この今という時間もですね、はい、で、十方世界というのはですね、はいはい、よく四方八方というじゃないですか、はいはい、四方八方、そうですね、はい、要するに東西南北でね、はい、こう南西とか北西とかいったこの全ての方角ですけれども、はい、その全ての方角に四方八方に、はい、さらに上下2つの方向を加えるということで、全てということでございますね。本当の全てですね、面だけじゃない、平面だけじゃなくて、はい、立体的に、はい、もう地球を飛び出て大宇宙も全て含めての世界を十方の世界ですね、を照らしてくれる、照らして常に照らしてくださっていますよというお言葉でございます。はい、それでは最後に左手前のご説明をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、四方八方、その、はい、さらに十方世界、あらゆる世界を阿弥陀如来様の救いの御光、お慈悲の御光は常に今でも照らしておってくださっておりますが、はい、こちらはですね、念仏修行摂取不捨と書いてございます。難しいですね。難しいですね。なかなか。あ、もしかしてこれこちらの方も、はい、先代予想ですね。先代、まあ、おじいさん、はい、私からしたおじいさんの文書が書いてある直筆ですね。で、意味の方は、はい、これで念仏、南無阿弥陀仏というお念仏を申す、
大人にする衆生ですね。衆生というのは、まあ、もろもろの生きとし生けるもの、はい、まあ、すなわち私たちのことです、はい、煩悩に苦しんでおる日々、はい、うん、私たちを救い取りたいという、常にその優しいお慈悲の御光をあてがってくださっておる、はい、その御仏様の救いを信じて、南無阿弥陀仏とお念仏を申す者は衆生、私たちは必ず摂取不捨ですよという感じですね、はい、摂取不捨の摂取とは、摂取とは摂取カロリーの摂取です。あ、こう食べる、はい、摂取の、はい、救い取るというかね、はい、まあ、受け取るというか、受け取ると、はい、摂取、救い取るという意味ですね、はい、摂取、そして救い取って、これは不捨とは捨てはしないという、これは成果不可の不という意味ですね、はいはい、でこちらは拾うの反対、捨てるという意味ですね、底辺に、はい、ですから御仏様は南無阿弥陀仏とお念仏申してすがってくる私たちとですね、はいはい、苦しんでおる私たちを誰一人として、捨てることなく抱き抱えて、ちゃんと守り導いてくださいますからねというね、そのお約束、お約束、お誓いのお言葉ですね。それが観無量寿経というお経の中にちゃんと説かれているところ、はい、お経というのは仏教開かれたお釈迦様の真理のお言葉、はい、嘘偽りのないお言葉でございますので、はい、これは間違いないことですよ。だからお念仏が大事なのですよというね、念仏衆生摂取不捨でございます。はい、ごめんなさい、すみません、勉強になりました、はい、ありがとうございました。僕も横で聞かさせていただいて、はい、はっきり分かりました、ね、もう少しでもね、はい、聞いてくださってる、見てくださってる方に少しでも伝わっていただけたらなという思いで、多分今日ご質問いただいた方は多分伝わってはると思います、はい、ありがとうございます、はい、でまたですね、この河野信玄様の方にご質問がありましたら、どんどん聞いていただけたら、はい、またよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。